今月に入り、浜松市で見つかった死んだ野鳥や愛知県豊橋市の養鶏施設で致死率の高い高病原性の鳥インフルエンザの感染が確認されています。県は今月16日に法律に基づき消毒命令を出し、今日静岡市駿河区の JA 静岡市の施設で県中部家畜保健衛生所の職員が4つの養鶏場に消毒用石灰を配りました。害虫とか入ってこないように、ね、もう一度穴とか開いてないか点検していくしかないですね。養鶏場と家畜保健所一緒にこの鳥インフルエンザが発生しないように努力していきたいと思ってます。県は今月中に県内124の施設に合わせて116トン余りの石灰を配布し、消毒を強化するよう呼びかけています。